た瞬間ワッセ牧場のソフトクリーム買いました。牛さんです。ねえ、ねえ、あれ。こちらフェアフィールドバイマリオット札幌です。なぜこちらに泊まったかと言いますと、マリオットボンボイ会員になって、そして SPGMX のクレジットカードを発行しました。それによって、ゴールドエリートになったのでダブルルームを予約したんですけれども、キングサイズルームにアップグレードされました。こちらの部屋はキングサイズのベッドもあり、寝心地も良くて部屋も広くてとても良かったです。 SPGMX のカードを発行したのはマリオットボンボイのゴールドエリートに自動的になれるのと、そのゴールドエリートになることによって部屋がアップグレードされる可能性があるのと、レイトチェックアウトで午後2時まで滞在することができるので発行してなりました。これからも SPG 系列のホテルに泊まってまたレポートしたいと思います。 SPG 系列のホテル第1号院はこちらのフェアフィールドバイマリオット札幌でした。ジンギスカン前腹、これが上カルビらしい、肩ロースです、じゃあまず油を伸ばしてます。すごい打たないの。じゃあ焼けた。はい、乗せて。ほら、いただきます。久しぶり。うん、これはジンギスカン、うん、塩コショウをたっぷりつけて、はい、失礼。おいしい。あっさりしてておいしい。思ってたより脂身ない、うん、赤身がやっぱジンギスカン赤身が強いの、うん、そう思う、うん、さっき言ってた赤身だったらどうなっちゃうんだろう。これでもスタンダードなんだ。臭み、うん、ダメなんだ臭い肉でも、あ、めっちゃ美味しい。次、カタロース油たっぷり。前腹は牛で言えば上カルビ、美味しい。臭みは全くない。どの肉も臭みはない、うん、歯応えも適度にある。なんか見た目あんまり油をなさそう、うん、綺麗だからね、うん、うん、一番高いの分かる、うん、言われなきゃ
字ってわかんない。本当。美味しい、味が一番美味しい。バランスがいい。もう食べたくてしょうがない顔。はい、食べて。それ何？これは夕張メロン。違う。パフェ。パフェの名前聞いてんだよ。ロテだっけ？適当。ロテだったと思う。何ロテって？エテだ。パルフェエテだよ。パルフェエテでした。パルフェエテ。はい。うん、2000円。夕張メロン。パフェで2000円。信じられない。うん、メロン。メロン。マンゴー。メロン。夕張メロンジェラートで、パッションフルーツのムースにチョコクランチ、その下がアップルミント、あ、ミントよこれ、パイナップル、フローズンメロン、スパークリングワイン、フランボワーズ、夕張メロンのジュレが入ってます。はい、すごい贅沢だよ。めっちゃ贅沢。はい、どうぞ。じゃあ慎吾さん、もうこれ、うん、これどうやって食べたらいい？いや、そのまま行ってよ。あ、でもすごい切れた。夕張メロン、溶けた。おいしい顔して、その困った顔じゃなくて、いつも。おいしい、おいしい、おいしい、溶けてなくなった。はい、もうこれはね、こういくしかない。そうだよ、普通そうだよ。長っ、夕張メロン長っ。うまこれは、ぶどうのパフェと、この北海道牛乳のソフトクリームに、ブルーベリーソースで、赤と緑のブドウ、これシャインマスカットじゃないんだ、ブドウなんだ。ブドウを皮ごと食べられます。白ワインのジュレが下に入って、とりあえずブドウから。はい、いただきます。トンプソンっていう品種みたいな、わかんない。はい、ソフトクリーム、美味しそう。美味しい、溶けちゃう。今日サービスエリアで食べたソフトクリームと同じ味。褒めてんの、だよね。どこで食べても美味しい、本当はイチゴが食べたかったのに売り切れだったね。残念だね。